皆さんどうも、サリカともです。いつもともスターをご覧いただきありがとうございます。本日はタイ国内のニュースについてお伝えしたいと思います。本日お伝えする内容は主に3つになります。でまず1つ目がタイ国内の新型コロナウイルスの感染状況について、2つ目が現在ロックダウン中のバンコクに加えて7月20日からパタヤやアユタヤもロックダウンになってしまうことについて、最後に3つ目が在タイの日本人の方々が続々と帰国というニュースについてお伝えしたいと思います。ぜひ最後までご覧いただけましたら幸いです。それでは早速内容に入っていきたいと思います。まず1つ目なんですけれども、1つ目はタイ国内の新型コロナウイルスの新規感染者数が7月17日についに1日1万人を突破したというニュースになります。また本日7月18日も1日あたりの新規感染者数が1万1000人を超えてまして、バンコクがロックダウンされた後も感染者数が全然減少しないという状況になっています。振り返ってみると7月1日の1日あたりの新規感染者数は約5500人だったので、1日あたりの感染者数が約2倍になっているという計算になります。また在体の日本人の方の、これまでのコロナウイルスの感染者数の累計はウェルビータイランドさんの集計によりますと7月13日時点で195人となっています。こちらは最後の3つ目のところで詳しく触れるんですけれども、インドネシア同様タイでも在体の日本人の方でも死亡者が出てきておりますので、ご冥福をお祈りするとともに、在体の日本人を含め外国人のワクチン接種も早急に進めてほしいと思っています。続いて2つ目です。タイ国内での新型コロナウイルスの感染状況が先ほど申し上げた通り深刻化しておりまして、タイ政府はタイ国内の、各県の感染状況に応じて色でゾーン分けをしているんですけれども、こちらのゾーン分けについて変更を行い、7月20日からさらに広範囲で行動制限の強化などを発表しています。今回のゾーン区分の変更に伴いまして、ダークレッドゾーンで示されている最高度厳格管理地域がこれまで10都県だったんですけれども13都県に増えています。でこれまでバンコク都やサムットプラカン県などバンコク周辺の地域を中心にダークレッドゾーンになっていたんですけれども、今回の変更でパタヤがあるチョンブリー県や観光地で有名なアユタヤ県などもさらにダークレッドゾーンに追加されています。またレッドゾーンが53県に増えまして、タイのほとんどの地域が最高度管理地域に分類されています。残りのオレンジは今回サムイプラスが始まったサムイ島などを含むスラタニ県などの10県で、唯一のイエローゾーンが現在プーケットサンドボックスで外国人旅行客を受け入れているプーケット県のみとなります。ダークレッドゾーン地域での規制についてなんですけれども、バンコクやパタヤなどダークレッドゾーンの地域では不要不急の外出を控えるように要求されています。これの例外としては生活必需品の買い出しだったり医師との面会、または新型コロナウイルスのワクチン接種や自宅ではできない業務の遂行などが例外として挙げられています。これらのダークレッドゾーンでは21時から翌日の朝4時までの外出が原則禁止となっていまして、ロックダウン状態となっています。また飲食店や百貨店、コンビニなども営業時間が夜の20時までということになっていまして、店内での飲食等は禁止となっています。ダークレッドゾーン内では5名以上が参加する活動が禁止されているんですけれども、パーティーなどを実施している方々が摘発されて捕まっているというニュースが、連日のように報道されていますので、皆さんもご注意いただければと思います。これらのロックダウンは8月の2日まで継続される予定となっているんですけれども、またタイ政府の発表で急に変更になる可能性もありますので、最新の情報については日本大使館からの連絡や、あとは YouTube ではバンコク在住のダイさんなども、毎日タイのローカルニュースを翻訳して YouTube 動画として作ってくださっているので、そちらなどをご参考いただければと思います。チャンネルの URL は私の動画の概要欄に貼っておきたいと思います。最後に3つ目です。3つ目は在体の日本人の方が続々と帰国しているというニュースです。でこちらは最初のタイ国内での新型コロナウイルスの感染拡大が続いているというニュースに非常に関連してるんですけれども、タイ国内では1日あたりの新規感染者数が1万人を
超えている状況になってまして、バンコク市内の各病院ではほぼ満床に近い状況が続いていまして、日本人の方が多く通っている、私立病院なども満床が続いているような状況になり、少し多めにお金を払うとかでも、簡単には入院できないような状況になっています。またタイ人の友人が、新型コロナウイルスに感染してしまったんですけれども、入院できる病院がバンコクの周辺で見つからなかったため、バンコクから車で、3時間から4時間かかる地方の病院へ搬送されて入院しています。このような状況下で、インドネシアなどのニュースが大きく取り上げられているかと思うんですけれども、タイも同様にタイに住む日本人の方でも死亡者も出ていますし、感染者数も増えてきていることを受けて、タイ在住の駐在員さんや帯同でいらっしゃってるご家族の方々の、緊急帰国が少しずつ増えてきています。私の友人も何名か緊急帰国することになったんですけれども、話を伺ったところ、1回日本に退避して、8月1日から日本で開始される在外邦人の日本でのワクチン接種のプログラムでファイザーのワクチンを接種した後にまたタイに戻ってくるという話をしていました。今後もしばらくタイ国内での感染拡大というところは続いていくと思いますので、これからも会社命令や自己判断で日本へ帰国される方が増えてくるのではないかというふうに予想しています。昨日日本帰国に関する最新情報については別の動画でまとめていますので、そちらをよろしければご覧いただければと思います。また日本への帰国者が増えてきている一方で、仕事だったり、ご家族の都合だったりでどうしてもやはり日本に帰れない在体の日本人の方も、多くいらっしゃいますので、タイ国内でもタイに住んでいる、日本人の方々への、ワクチン接種の早期実現というところを、強く希望したいと思います。こちらはおまけなんですけれども、7月1日から始まっているプーケットサンドボックスと7月15日から開始されているサムイプラスの最新情報をお伝えしたいと思います。まずプーケットサンドボックスなんですけれども、7月17日までの情報で累計の旅行者数は約7500人になりました。一方で旅行者約7500人のうちコロナウイルスの陽性者は16名でした。この数字ですと以前のニュースでお伝えしたプーケットサンドボックスの中止条件まではまだまだ余裕がありますので、今後もプーケットサンドボックスはクラスターなどが起きなければ継続していけそうだなというふうに考えています。で、一方でサムイプラスについてなんですけれども、こちら7月15日から始まって7月17日までの累計の旅行者数は10名となります。こちらはまだまだ利用者数が少ない状況で、私個人の見解としてはサムイプラスについては直行便がなくて、スワンナプーム経由しか、現在サムイ島に行けない状況になっていますので、プーケットよりはちょっとアクセスが悪くて、プーケットを選択される方が多いのかなというふうに考えています。はい、動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。本日の動画役に立ったという方はいいねを、またタイ好き、旅好き、これからタイに旅行にいらっしゃる予定の方、または移住予定の方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。サワディーカップ。